有山山脈は台湾の山脈。台湾島を南北に走る五大山脈の一つ。玉山山脈の西側に位置し、両山脈はクスノキアズサ線形を間に挟んで平行している。南投げ県修集鎮の濁水系南岸を北端と、し、高尾市燕目宿にある景観山を南端とする。おおよそ北北東から南南西の方向に向かって伸び、延長は 約 250km 余り、平均標高は 2500m となっている。有山山脈を構成する岩石層の多くは、地質年代的に比較的新しい砂岩、結岩、砂結岩が互いに重なっている。ちなみに、隣を並走する玉山山脈は構成される岩石層の地質年代が比較的古いものになっている。近年、一部の地質学者が、 地質年代における連続の特性から、また二つの山脈の間に多数の断層があるという地質学的な証拠から、有山山脈はもともと、玉山山脈の上にあったものが、東側のプレートから強い力が加わったことにより、断裂し、上方の比較的新しい岩石層が西に滑って、有山山脈を作り上げ、残った下方の比較的古い岩石層が、 玉山山脈となったと推測している。有山山脈には3000メートルを超える高山はないが、東側には大きな断層が走っていることから、東側の斜面は急で西側が緩やかな地形となっている。このため、東側の渓谷から有山山脈を見ると、やはり雄大で迫力あるものになっている。また、隣を走る3000メートル以上の鉱山が林立する。 玉山山脈と対峙しても、互いに迫力ある様を見せている。統計によると、有山山脈には、標高2000メートルを超える山が18あり、比較的名の通った山として、石、水山、尖山、大刀山、小東山、祝山、万歳山、太鉱山などがある。また、有山山脈で最も高い山は、大刀山で、 標高2663メートルとなっている。ありがとうございます。